優れた技術、技能を持って市の産業や文化の振興に貢献している人に贈られる鹿沼の名匠。今回は2015年度に認定された20人目の名匠、建具職人梅宮真一さんをご紹介します。玉田町に仕事場を構える梅宮さん、主に建具の製作と修繕を行っていて、これまで神社仏閣、公共施設、飲食店、個人住宅など様々な場所に建具を納品しています。綺麗にですね、長持ちするようにですかね、はい、まあ、うちが建ってる限りは壊れないと思いますよね、はい。梅宮さんは22年前、宇都宮の工業高校を出てすぐにこの工場で働き始めました。当時病気で仕事ができなかった父親の代わりに、この工場で働く職人に仕事を教えてもらったとのことです。もともと不器用なんで、初めもう全然うまくできなくて、もう才能ないと思いました。そうですね、小学校の頃とか本当に不器用でしたね。周りの子の方が器用で、でも中学生ぐらいからやっぱり継ぐのかななんて思うと意識するようになったかもしれないですね。やっぱりこう技術って積み重ねなんで、まあ、これができたらこれっていくと思うんですけど、一段階上の仕事ができたなと思うと、前の仕事をうまくできてなかったりとかするとやっぱりうまくいかなかったりするんですよね。まあみんなそうなんでしょうけど、まあ勉強ですよね、ずっと勉強っていうか。そう話す梅宮さんですが、実は県内で9人しか所持していない一級技能検定の認定証を持つ職人の一人でもあります。梅宮さんは木材同士をつなぐホゾを手作業で加工することを得意としています。機械を使ってホゾを作ることもできますが、厚みが7センチを超える木材は機械に通らないため、梅宮さんが手作業で加工していくとのことです。取材当時、工場で仕事の一部を見せてくれました。この時手掛けていたのは、120年前に作られた酒蔵の建具。文化遺産になっている建物のため、できるだけ今の形を残したまま修復しなければならないといいます。まずは使っていいかどうかの見極めですね。使っていいかどうか。そうですね。とにかく残せるものは全部残してくれる。はい。そこを判断してくださいって言われますね。結構こう古かったり穴が開いてたりなんかしても、もし大丈夫だなって判断できれば、はい、実際こう、切ったり削ったりしてみないと、どこまで、鎖が進行してるかが分かんなかったりするんで。この扉は直さなくて済みそうですね、この1本だけは。あ、このまま。そうですね、使いますよ。はい、そうですね。昔からこう、あれですか、梅宮さんみたいな方が修復して使われてきた。あ、一回誰かが直してますね。一回直してますね。直してますね、はい、見ればわかります、ね、見ればわかりますね、はい、はい。今はやっぱり後継者ですかね、なんとか若い子を育てていかないと、まあ、みんな結構他の建具屋さんでもそうですけど、いないですからね。やっぱり一人前になってもらえたら、それが一番ですよね。仕事では決して手抜きはしないという梅宮さん。梅宮さんのような名匠が今後も鹿沼で誕生することを楽しみにしています。